品だけど、それはいいの見つけたなと思って。ダイソーですか？ダイソーで。ダイソーでもその感じのやつも、はい、2種類あって、うん、もう一個のね、ちょっとチャチい感じ、肌触りが、それが一番いいやつ。これすごい。買って。でも不健康街道まっしぐらですね。現場出るんですか？たまに人が足らない時にヘルプで入ったりとか、まあ、本当取りこぼし拾うぐらいですけどね。適当にやってますよね。やらないのももったいないなっていう、うん、やっぱりやってないと自信もないし、あれですもんね、うん、あと指も痛くなるし、うん、なりますもんちょっとやるだけで、さっき3人やっただけでもう指のまた痛いですもんねですね。
角度はあんまりやってくれる人いないから。そうなんですよ、意外といないです。上から押してくれるんだけど。うん、なんかそこやばそうですね。勝先生と
言ってた。うん、だいぶなんかおでこが来ちゃってたらしいですね。あ、もともと老け顔だからな、ね。知らないから、出口症候群臭くて。何ですかそれ。なんかあの単純に言うとあれですね、神経圧迫ですね、神経圧迫で腕がしびれたりとか、ずっとそのあたりが痛いんですよ。痛かったんですよ。
関社長か、うん、あそこ